先ほど文在寅大統領と電話首脳会談を行いました。南北の首脳会談について説明をしていただきました。詳しくはこの後、現在この南北の首脳会談の説明のために訪日をしているソフン国情委員長と目にかかってお伺いをすることになっています。北朝鮮をめぐる問題については日韓で、そして日米韓において詳細な打ち合わせを行い、対応方針を決め実行してきたところであります。そして南北首脳会談においても日韓で、日米で、日米韓で話し合ってきたところでありますが、今回の南北首脳会談においてもここで我々が方針を決めてきたラインにのっとって南北の首脳会談が行われたということが確認されたわけでありまして、お互いにそれを確認し合ったということであります。そしてまた私の方からはですね、関門店宣言に朝鮮半島の完全な非核化が明記されたことを評価いたしました。具体的に北朝鮮が報道を取るよう我々も努力をしていこうということで一致をしたところでございます。米朝の首脳会談に向けて今後さらに日韓においても連携をしながら、日韓米で核兵器を含む大量破壊兵器あるいはあらゆる弾道ミサイルの廃棄に向けて日本も連携をしながら努力をしていきたいとのように思います。そして文在寅大統領から拉致問題について、そして日朝関係について金正恩国務委員長に話をした、私の考えを伝えたという話がございました。詳細については現段階では申し上げることはできませんが、私から要請したことについてしっかりと定義を提案をしていただいた文在寅大統領の誠意に対して感謝申し上げたいとこのように思います。そしてまた今後日中韓日韓中の首脳会談の際に文在寅大統領が来日をされるわけでございますが、米朝首脳会談の前に行われるこの日韓の首脳会談において、しっかりと今後の我々が今まで話し合ってきたそのラインにのっとって、北東アジアの平和と安定を実現するために有意義な会談にしたいということでも一致をしたところでございます。また拉致問題についても、文在寅大統領から先方に私の考え方を伝えていただいた、その重要性について伝えていただいたわけでございますが、米朝首脳会談この機会を生かして、この問題が前進するようにこれからも全力を尽くしていきたいと思っております。でこの後ソフン国情委員長から詳細についてお話を伺うことになります。詳細についてはこの場で紹介することは控えさせていただきます。